話し相手の時間です。まずは雨雲レーダーです。愛知県内では数時間前から活発な雨雲がかかり、大雨洪水警報が出ています。では予報です。北海道は総雨量がかなり増えます。東海も局地的な大雨に警戒が必要です。東北から九州も午後急な雷雨に注意です。気温です。北陸や山陰は40度くらいのところもあります。関東から北も厳しい暑さになりそうです。それでは目覚ましじゃんけん4戦目です。目覚ましじゃんけんタイム、 Are you ready? 目覚ましじゃんけんじゃんけんポン。僕はパーを出しました。先日、井上アナの地元福岡で博多ラーメンを食べたんですけど、2回も替え玉をした替え玉の K です。すごい地元なのめちゃくちゃ食べました。 K さんありがとうございます。今週は JA 熊本経産連熊本黒毛和牛和王を20名様にプレゼントいたします。それではエンドニュースです。ちいかわに登場するラーメン屋さんをイメージしたちいかわラーメン豚が渋谷パルコに今日からオープンします。ラーメンを注文すると特製ステッカーがもらえるほか、食器などのオリジナルグッズも販売されるということです。そして K 君は来週月曜日がラストです。頑張ります。ラスト K よろしくお願いします。では占いです。今日最も良い運勢なのが獅子座のあなたです。偶然の巡り合わせが重なって絶好調。予想外の出来事も積極的に生かしましょう。ラッキーパーソンは洋服のセンスがある人です。2位の天秤座の人 K さん、はい、直感が冴え渡り評価上昇、流れの友人を頼るのが鍵ですね。7位の水瓶座の人は反応が薄く損する恐れが、自分の気持ちには素直になってくださいね。9位の蟹座の人は責任の所在があやふやになるかも、役割分担をあらかじめ決めましょう。そして今日最も運勢の人、ごめんなさい、ヤギ座のあなたです。進んでいた計画が止まって意気消沈しそう。諦めないで最後まで粘ることが重要です。でも大丈夫、そんなヤギ座の月を回復させるラッキーメニューはチリビーンズです。今日も良い一日をお過ごしください。